いやー、アルクさん、ええ、引退試合良かったですね。いやー、良かった良かった。なんかフィナーレにふさわしい回だったと思いますけども、ああいう時でもやっぱ泣くんだね。はい、は、まあ俺はなんすか、もう昨夜の時点でも泣きすぎたからもう整理ついてたんだけどね。ああ、私はもう今日の今日まで考えないようにしてるわけですよ。うん、なるほどね。寂しすぎて、ええ、この番組は、1年半1年半お世話になりまして、はい、で、あの昔からやってる番組を含めると、はい、まあ、この2人でやるのは6年半の付き合いですよ、はい、ええ、まあ、あまり距離も縮まずここまでやってまいりましたけども。そうですね。いかがですか、当初あの時にあの、はい、終わってるはずあそうだった番組が今こうやって続いてるっていうのはやっぱ、うん、奇跡的ですよ。そうだからね、なんか今回ハウトモンキーベイビー終わってしまいますけど、またどこかでね、そうなんです、皆さんと会えることを私はすごいもう心の奥底から願っております。まあでも何よりも残念なのがやっぱりね、アイドル野球部、うん、あのオーディションに受かった時のあのガッツポーズ、みんなのね、ねえ、あのガッツポーズ何だったんですかね。やったと、スターへの切符を手に入れたっていう感じだったじゃないですか。いやいやいや、もう切符を手に入れましたよ。本当ですか。そうですよ、皆さんここからですよ。これはもうきっかけにしていただいて、一駅分の切符でしたね。はい、各駅でしたね。各駅でしたね。新宿から代々木ぐらいの距離歩いていけるじゃんぐらい。近いっすね。近いですよ。最後に僕、視聴者の皆さんに謝らなくちゃいけないことがあるんですけど、何でしょう。はい、まあ私春子だなんて言ってましたけど、はい、本当は、うん、ハルクです。そして、うん、そのハルクなんですけども、うん、劇団ひとりでした。みんな知ってたと思うよ。ごめんね。いや、みんな知ってるって言い出せなくてごめん。いやいやいや、これはずっと心痛かったんですよ。最後にやってよかったですね。よかったです、うん、はい、種明かしができました。よかったです。これぞ最終回、はい、さあということで、ハウトゥーモンキーベイビー、皆さん今まで応援どうもありがとうございました。ありがとうございました。これからもですね、はい、2人頑張っていきますので、そしてあのアイドル野球部の皆さんもですね、あの応援していただけると嬉しいなと思っております、はい、ということで、いずれまたどこかでお会いしましょう。